集チャンネル。年収チャンネル井田です。古川です。今日はですね、証券マンあるある言っていきたいと思います。はい。お互いね、まあ僕は野村証券出身で、古川さんが大和証券ですね。出身ということなので、それぞれ証券会社でいろんな同期も含め、先輩後輩を見てきた中で、証券マンあるあるというのを入社年次ごとに喋っていきたいと思います。じゃあ1年目証券マンあるある。僕が入社してまず最初にきつかったこと言ってもいいですか。はい。朝がめっちゃ早い。ああ、そうですね。朝何時起きでした。5時とか。ああ、まあまあまあ。そんな感じでしたね。朝じゃルーティーン行きますか。支店に配属されてからって感じなんですけど、5時とかに起きて新聞読みますと。電車の中も新聞読んで行って、朝支店に着いたら、当時僕の支店指数調っていう文化があって、前日のダウとかニューヨークの株価とか円ドルとかを全部紙に書くみたいな。でそれをやって、逆に本部とかから来てるニュースをチェックして、今日の見込みみたいなのをエクセルに打ち込んで上司に提出して、8時過ぎぐらいみたいな感じでしたかね。その辺はあるあるですよね。確かに野村の時も新人社員は日経新聞5時ぐらいにポストに取りに行って、で紙を見ながらも、なんか野村はこう読み合わせっていうのをやってたんですね。日経新聞読んだやつを気になったニュースみたいなのを上司にプレゼンするみたいな、そういう読み合わせがあったんで、ちゃんと読んでる感を出すために新聞を蛍光ペンに引くみたいなことをやってて、さらにその気になったやつをちゃんと切り貼りしてノートに貼るみたいな、それを自宅で済ませてから支店に出社してたんですね。そこで上司に報告して、なんか朝から詰められるみたいなそのニュースとかってこういうのがいいと思いましたみたいな言うじゃないですか。はいはいはい、がっつり返しが来るんですか。がっつり返しきますね、普通に。なんでみたいな。なんでそれが気になったのと、でなんでそれが今日の仕事とつながるのみたいな話から、なんでもいいって言われたんで、適当なこうおじいちゃんが刺されましたみたいな、よくわからないニュースとか言っても、それ今日の仕事につながるのみたいな、いつもある理不尽な詰めですね。はいはい。ちょっとなんか戻るんですけど、入社する前、新人研修中証券マンあるあるみたいなのをなんか聞きたいんですけど、大和ってどんな感じでした。これ僕ずっとこの動画で訴えてるんですけど、超ホワイトな会社ですと。なんで意外と辛いことってなくて、研修中8時10分かなんかに出社して5時に終わりますと。まあ、当時コロナもなかったんで、空いてる支店のビルの部屋行って授業みたいな1日受けて解放みたいな感じでしたね。出社っていうのは大和証券のじゃあ本社とかにみんな出社してたみたいな。本社じゃないんですけど、空いてる自社ビル持ってる支店で、空いてるフロアとかに、僕は池袋だったんですけど、池袋大南畔っていう感じで行ったら、もう机が並んでて、もう座って普通に授業とか受けたりプレゼンしたりして、本当に高校生とか大学生みたいな生活でしたね。同じ証券でもやり方がやっぱりちょっと若干違いますね。野村の場合は茨城のよくわからん田舎のホテルにみんな缶詰めされるんですよ。え、全員全員同期って何人ぐらい。600人ですね。あ、それ一緒ぐらいですね。600人の同期が一度そのホテルに集まって、朝からずっと缶詰め状態にされるっていうのがあって、はい、野村ってやっぱりこうみんな大会出身が多いんで、まあ大和も多分多いと思うんですけど、そういう証券マンちょっとあるあるかなと思うんですけど、みんな体育会で運動頑張ってきたやつらで、みんなすごいイキり立ってるんですよ、こいつら絶対蹴散らして俺が一番になってやるみたいな、すごくこう見えたぎったやつらが、ギンギンしてるやつギンギンしてるやつらがめっちゃいるわけですね。研修施設に集まるわけなんでもうやっぱ廊下とかすれ違うだけでもみたいな、なんかこういう感じとかもイキり散らしてるんですよ。はいはいはい。そういうのはなかったですか。全くなかったですね。全くないですね。逆に言うと、まあ良くも悪くも学生の延長に近い感じで、さっきも言いました、5時にピッタで終わるんですよね。逆にピッタで終わるっていう社風というか、残業もできるだけしないみたいな当時からあったんで、終わって誰とどこ飲み行くみたいな、そんな会話ばっかですね。ああ、そうなんですね。飲みの時に同期の女の子誘って女の子とちょっと追っ始めるみたいな、そういうのもなかったですか。あ、それはね、結構やっぱね、金融あるあるだと思うんですけど、死ぬほどありました。あ、やっぱそうですよね、そこでなんか研修で同じになった女の子をちょっと置いたするみたいなことは、もうめっちゃ、まあ日常茶飯事ですよね。そうですよね。エリア総合職と総合職っていうのがあったんですよね、ちょっと野村にあるか分かんないですけど、要は首都圏の子だったら首都圏にしか転勤しないみたいなことも全国転勤ある子で、エリア総合職は基本女子だけなんですけど、それがあの多摩センターの合宿所なんですよ彼女らは。総合職は例えば池袋とか八重洲とか蒲田っていう都心にいるんですけど、金曜日しか降りてこないわけですよね多摩から。なんで金曜日はやっぱすごかったですね。要は来るからどこどこの誰々と飲もうとか、同じ大学の子とかがいると可愛い子連れてきてよみたいな話で、飲み会とかめっちゃありましたね。金曜日だけみんな出るがめちゃめちゃテカテカになるんですよね気になってたんですけど、はい、野村の髪型ってあれどこまでこれ通りなんですか。やっぱ1年目はみんなオールバックは割と強制的でしたね。あ、そうなんですね。そうですね。まずやっぱりジェルの付け方みたいなのも外部のマナー研修講座の時になんか教わってピンって髪の毛がちょっと出てると、マナー講師のおばさんがちょっと
出てるよみたいな感じでピッと押さえられて、へーオールバックの講座みたいなのがよくわからんやつがなんかありましたねそれやばいですね。女の子も髪型をすごいなんか言われてまして、うん、ひどいマナー講習があったんですけど、女の子もやっぱりそういうワックスとかなんかつけないと、うん、やっぱ風でなびいてちょっと乱れるじゃないですか、はいはい、それはなんか良くないよっていう感じで、ケープとかっていう髪固くするやつあるじゃないですか、はいはい、あれわーってこう顔面にかけててそれで泣いちゃった女の子とかなんかいました、ね、それなんか普通に今パワハラっすよゴリゴリのパワハラっすよねそんな時代でしたね。意外とやっぱ大和の村でカルチャーちょっと違うかもしれないですね。そうっすね。あとなんかシャカとかは覚えさせられませんでした？シャカ、シャカ会社の歌、大仏じゃなくて、大仏じゃなくて存在を知らないですね。あ、マジっすか、うん、あ、そうなんだ。あ、でもなんか大和スピリットっていう社訓なのかもはや分かんないんですけど、なんか何箇条かあるやつとかを読む回みたいなのはありましたけど、あ、でもそれはもう読む回があるだけで完璧に記憶しなくても大丈夫でした、うん、あ、全く問題ないですね。あ、そうなんですね。うちはなんかそういう社歌っていうのを新人研修期間中に覚えさせられて、へー、でみんなで600人勢ぞろいしたそのホールで歌わせられるんですよでそれを声が小さいとかめちゃめちゃ注意されるわけですね。研修を担当する先輩社員が声が小さいとかって言ってめちゃめちゃ怒鳴って、小学校の合唱コンクールやってるわけじゃないんですよねでもまさにそんな感じで、大の23歳の社会人1年目の大人たちが、うん、一生懸命野村証券の会社の歌を覚えてみんなで発声して合唱するっていう。じゃあ今も歌えます？いや今全く覚えてないですけど研修あるあるというか、うん、社訓とかそういう歌みたいな会社が大事にしてるやつは覚えさせられるっていう。そうですね。ちなみに、その茨城の研修所って、はいはいはい、土日って帰れるんですか？土日は支店配属してあるある行きます。あるあるで言うと初日で、あー、ありますね。確かに確かに年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。